ペイちゃん元気。ちょっと一つ訂正したいことがあって、レイちゃんが私を重い女だと、なんかどこかでね、あ、ラジオかな、どこかでおしゃべりしたんですよ。ちょっとそれについていいですか。どこに、レイちゃん、なんか私レイちゃんが他の子と遊んでたらどこにいるのっていっぱい LINE がいっぱいメールが来るみたいなことを言ってて、でそのアフタービフォーアストーリーが、私がお腹すくすいたって言って、でレイちゃんにコンビニ一緒に行こうって言ったら、レイお腹空いてないって言うから一人でコンビニ行ったんですよ。行ってで帰ってきたらレイちゃんいなくて、って思って、そしたらユナとご飯行ってたんですよ。だから私はレイちゃんどこにいるのっていっぱい送ったんですけど、そんな普通の時にいっぱい送んないですよ。ただそのビフォーストーリーがあったからいっぱい送ったんですよ。そしたらなんか内緒ってきました面白い。それをね、弁解したかったんです。はいっていう感じで、なんかとっても美味しそうなもの食べてました、結局見たら。でもレイちゃんも私のこととっても好きなので、レイちゃんも超ヨモだと思います。私も超ヨモだと思うので、まあいいあれです、いい線です。